はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。それではハーツオブアイアン4、続きをやっていきましょう。イタリア王国でのプレイになります。で、前回ですね、超ド級戦艦レジーナ・マルゲリータ級の、寄港を行ったわけなんですが、今回はその続きになります。で、いくつかですね、ちょっと見直しをしておきたい項目等がありますので、先にそれをやっておきましょう。まずはレーダーが作れるように、前回に研究を重ねましたので、まあ、せっかくなのできちんとレーダーを配備していきましょう。まあ、特に国境付近とかね、重要拠点、まあ、ここにはきっちりとレーダーを配備していきましょう。まあ、何のために作ったんだという話ですからね。で、あとはアフリカ方面のね、沿岸は特に上陸作戦とかが行われてくる可能性も今後ある場所、エリアにはなるので、沿岸防備はきっちり行いましょう。あとは航海ですね。まあ、こんなところでいいでしょうというのと、あとですね、今少しずつ徴兵を繰り返しているところですが、新しくですね、まあそろそろ戦車もね、少しずつきっちり作られるようになってきたというのもあるんで、戦車ですね、を構成した部隊へと変えていきましょう。で、今35しか軍の経験値持っていない、陸軍の経験値持っていないので、さらに戦車を追加しようとすると5使うことになりますね。で、30なので、6歩兵に2戦車を配備した新しい大隊手段を作っていこうかなというふうに思っています。じゃあこれでセーブしていきましょう。で、新しくなったので、ここからですね、まあタンク部隊という意味も込めて、タンクというのを頭につけて、01と、また新しく手段を構成し直していきましょう。まあ、これでね、だいぶ戦闘力が上がるんじゃないかなと期待はしているんですが、どれほど効果が出るかというのはまだ実戦配備前なので、なんとも言えないですけどね。まあ、これはね、ぜひとも最前線にいち早く投入をしていきたいところにはなりますね。おっと、ビエモンテじゃない方がいいな。ローマにしましょう。さあ、これでいいかな。で、あとはですね、いくつか戦艦含め艦隊が出ているはず、できたはずなので、そさくさとこれも再度再編成をしていきたいなというふうに思っています。艦隊ですね。では進めていきます。ちなみに今の艦隊はイタリアの第2艦隊、これはカイオ・ドゥイリオ級、これ新しく作った戦艦ですね。なので今すぐ修理でドックに返しましょう、この艦隊は。で、艦隊の再編成をしていきましょう。で、あとはイタリアの第1艦隊、この漢字で出てきてるのは自分で作ったものではないので、かなり怪しいというか、単純に新しい戦艦なり船ができて勝手に作られた艦隊かなと思いますので、母港に返していきましょう。で、その上で、各艦隊へと割り振りをしていきます。ミカドの造船所があるって、カイオ・ドゥイリオ級は今作ってるでしょ。あとはレジーナ・マルゲリータ級をちょっとでも早く作る。いやー、いらないな。
いやー、レジータ・マルゲリータ級、もう一個作りましょう。もう一個作りましょうってか、もう一個造船所を投入しましょう。さあ、ではこれで今各艦隊がどこにいるかちょっと確認しておきましょうね。イタリアの第一艦隊はアルプスにいるのか。カラブリアにさっさと戻ってきてもらわなきゃいけないんだな。今第1艦隊と第2艦隊はもう戻ってきてるので、これをまず動かしましょう。イタリアの第2艦隊にいるこれらをまずは戦艦を移動させて、イタリアの第1艦隊をちょっと再編していかないといけないかな。ここら辺がなんかね、もうちょっとうまくやる方法があるといいですけどね。ちょっとそこあたりはまだうまく分かっていないところではあるんですけど、こういう風にしか構成の仕方がわからないっていうね。で、イタリアのサブにつけていきましょう。これで、第1、第2艦隊が、漢字の第1、第2艦隊はいなくなったはずですね。OK。で、イタリアの第2艦隊には、カイオ・ドゥイリオ級。こちらの戦艦が配備されたと。いう状態ですね。はい、では進めていきます。で、イタリアの第三艦隊は今どこにいるかというと、カラブリアについてるね。ついているので、カラブリアに行って、おう、まだついてない？カラブリアにまだついてないね。今どこにいるんだ？潜水艦隊の第3艦隊は。アメリア・イハートの失踪。女性として初めて大西洋単独横断飛行に成功したフンタラクンタラっていうのが失踪しちゃったのか。大きな損失だ。旧式装備を生産中と言われてもな。ちょっとね、新しく戦車を入れ替えますか。じゃあ新しいものに変えましょう。で、研究枠が一つ空いたので、どうしようかな。まあ重戦車はちょっと作れないからな。お金がなさすぎて話にならない。で、新しく生産ラインも増やせないんで、基本的にはもう今のまま行くしかないんですよね。改良型の歩兵装備を入れておきましょうか。さあ、これで進めていきましょう。
アフリカの方はどうなったかというと、お、ついてるね。ワールドオブニュース、ソビエト連邦で指導部が粛清。お、国家方針、近代化成功したね。じゃあちょっとこのアフリカ方面軍ですが、これらを新しいこの第一軍のアフリカに入れちゃいましょう。でどうやるかというと、ちょっと待ってくださいね。この6個師団を、軍の、中に入れるには、右クリックで既存の、もしくは新しい軍へ割り当てますと。なるほど。じゃあ、右クリックをして、師団の割り当てが今できているんだろうか。師団割り当てモードに変えて、師団割り当てモードに変えたけど、これがうまくちょっと新しい師団にできそうにないので、アフリカ方面軍の第3軍団、第2軍団としてちょっと新しく編成し直しちゃいましょう。後でやり方はね、別に調べて合流させておきます。第一軍にも何かしらを割り当ててあげましょう。これでいいね。で、今10師団がエチオピア方面に展開したという状況ですね。でだ、肝心のここにはまだ来てないね。何が来てないかというと、このイタリアの第三艦隊が来ていない。どこにいるんだ今。イタリアの第3艦隊がここにいるんだな。ここにいられても困るんで、彼は ここに移しましょう。異なる海軍基地の艦隊間で移動は不可。あ、なるほど。イタリアのサブ2がまだいないんだな。じゃあイタリアのサブ2を戻しましょう。イタリアのサブ2がカラブリアに戻ってきたら、このイタリアの第3艦隊とイタリアのサブ02、まあ同じ潜水艦隊なので、合流させましょう。で、いいかな。はい。では、これでやっていきます。そしたらイタリアの主力になりつつあるこの第二艦隊を海上の紹介に出していきましょう。まあ、やっぱり一番ね、危ない雰囲気の漂っているこの辺りの
紹介活動に出てもらいましょう。で、政府の刷新もできるし、いろいろ国家方針だな。まず先に。さっき何をやったかというと、近代化をやったんだよね。砲兵の近代化をやったんで、次は、じゃあ、陸軍の近代化をやら、いやー、陸軍の近代化必要か？空母への注力っていうのをやらないと、海軍の航空隊への注力ができないわけだ。いやー、悩ましいですね。まあ、将来的にはドイツとの条約締結も視野に入れておくっていう意味では、やっぱりなんだかんだ言ってこっち側に寄ってくるんだよね。現在の政体がファシストである。なるほど。ドイツと条約を結びましょう。で、また政治力が溜まってきてるので、まあ、海軍を出そうっていう気はしないからな。軍の最高司令部どうしようかな。戦術爆撃の達人がいる。戦術爆撃の達人雇いましょうよ。いやー、徐々に。で、ユーゴからの不可侵要請ね。まあ、ユーゴとはね、今後も仲良くやっていきましょう。ドイツとナチスと条約を締結してしまったな。イタリアの第三艦隊を移動させた方が早そうなので、潜水艦隊ですね。その道を選びましょう。いや、ナチスが宣戦布告というか開戦したら一気に忙しくなりますね。遊んでる暇がなくなる。で、今第三艦隊が到着してますので、これをイタリアのサブ2に合流させましょう。で、海軍はどうなったかというと、イタリアの第一艦隊、また生まれてるね。イタリアの第一艦隊がどこで生まれているかというと、カラブリアに生まれている。カラブリアがあれだな、この根拠地になってるわけだな。ってことは、新しく戦、カラブリアで艦隊を一つ編成するぐらいまで貯めるっていうのも手ですね。今戦時中ではないので、そんなに急いで艦隊を構成し直す必要があるかというと、そういうわけでもないですからね。さあ、どうするかだな。まあ、フランスとの国境近くまで大隊を進めておきますか。イギリス、いいところ陣取ってるからな。刻一刻と世界情勢は変わっていってるけど、
効果爆撃ができたね。そしたら次だ、次は直接地上支援。ほう、航空攻撃を地上で観測する者と近接航空支援機のパイロットとの密接な協力は戦闘の軍団にとって最高の直接支援になるでしょうということですね。まあこれも研究しましょう。基礎校ももうすぐ終わるな。走行が終わったら次どこ行くかだな。生産効率が上がるのがいいか、まあ生産効率上がる方がいいよね。どん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 効率を上げていきましょう。もうそういう時代ですよね今は。大日本帝国、徴兵の方がどうなってる？なんか滞ってる感じもしなくもないけど、どうなってるかというと、ラティウムの方で進んではいるか。もうちょっとただガシガシ作っていってほしいな。ユニットも追加していきましょう。戦車が多分遅れてるんですね、おそらくですけど。ちょっとラインを見てみましょうか。戦車のラインをもうちょっと増やしたいけどな。軍用トラックは今投入してないので軍用トラックを削りましょう。軍用トラックの生産を削って代わりに軽戦車を増やします。バッテリーの容量が少なくなってるって言われちゃった。ちょっとバッテリーにつなぎますね。造船所が着々と増えてるね。カイオ・ドゥイリオ級を作るよりかはレジーナ・マルゲリータ級をちょっとでも早く就航させたいな。
大日本帝国が宣戦布告か。中国国境における日本の増強。ほう。さあ、条約が締結されたね。条約が締結されたら、今度はドイツとのドイツ軍の協力。ほう。ドイツ軍か。ドイツ軍は確かにタンクのイメージですよね。ドイツの条約は何が起きるかというと、おお、合成燃料に走行技術がプラスになる。これはでかいね。フランスを追撃。わ。ただイタリア至上主義が必要って言われてるね。フランスでの領有主張。なかなかどうして。秘密兵器ってなんだこれ。ロケット技術。いやー、もうこれドイツ軍の協力だろう。ロケットをバンバン撃ち込みましょう。ドイツからの不可侵の要請、まあこれは了承しましょう。でドイツからの陣営に招待要請。え、なんかちょっと待って、ちょっと待って、じっくり見ましょう。ドイツが彼らの陣営へ我が国の加盟を望んでいます。枢軸。もし陣営の構成国間で義勇軍を派遣している、あるいはされているならば、彼らは送還されます。ドイツと我が軍の間で計画されていたクーデターが存在すれば、それは自動的にキャンセル。まあこれはどうでもいいですけどね。いやー、どうしよう。あ、日独ウィーの三国同盟の方にもう完全に突っ走ってってるけど、いやー、これはナチと同盟か。枢軸国に入りましょう。いよいよ持ってなんか生産していかないと危ないな。これは日本の話ですね。不安定な同盟だと言われてますけど、日本を早々に引き入れましょうよ、こっちに。ドイツさん、ドイツの動きはどうなってるかというと、活発な動きにはなってるな。ポーランドに侵攻してるんじゃないか。いやードイツはでも相当な数の軍団が動いてますね。ついていけるんだろうが、果たして我が艦隊は。イタリアか、ちょっと心配になってきたな。本当に大丈夫か。ドイツ軍がね、しっかり支援してくれれば問題はないんでしょうけど、国境付近がかなり両軍がひしめき合ってるけど、ただよく見るとフランスの方は師団の数は多いものの、軍団の総数でいうと大したことはないですね。イタリアの方が国境付近に展開している数は多い。でスイスはおそらく中立を保ってくれるし、オーストリアはドイツが占領してくれるでしょうということを考えると、やっぱりフランスに攻め込むのが一番良さそうだな。となると陸戦要員をやっぱりもうちょっとフランスに入れておいた方がいいのかな。まあ、4個師団がいるので、この4個師団を港に移動しましょう。でまたタラントからアフリカ戦線へ送っていきましょうか。
で今度はイタリアのこのリビア方面に送っていきましょう。でさらに言うとちょっとレーダーを増設しておきたいな。あと対空砲もちょっと立てておきましょう。まあ、ないよりはマシっていうね感覚で立てていきましょう。金ばっかりねかかっちゃいますけど、航空基地も欲しいけどな。インフラの改善もしたい、したいよ。供給力も上げたい、でもコストがない。フィアットのチコーニャ、これは汎用機として作ってたやつですね、研究してたやつですね。そしたら一旦止めちゃいますが、ここで研究枠を使いましょう。空軍の次何をやるか、まあそもそも空軍でいいのかって話もあるしね。支援火器か、今支援火器をね配備してる余裕が全くないからな。偵察だと何がいいかっていうと、さまざまな情報を手に入れられる MP とかもいらないからな。整備兵、野戦病院か、回復率が高まる、まあそうだよね。補給、なんともだな。軽戦車はもうこれ以上作れる状態ないし、陸軍ドクトリンでいうと違うんだよな。となると工学かな。レーダー技術いいね。レーダー基地を変えましょう。であとはそうだな、政治顧問とか入れていきますか。そろそろ今何が必要かっていうのをちゃんと考えてやった方がいいですよね。共産主義、なるほど。ファシズムへの支援が広がるっていうのはいいね。口達者、貿易取引による評価がプラス 10%、 面白いな。あとは戦争産業化、軍事工場の建設速度が上がると、原理主義者ってなんかちょっと怖いよね。民主主義への動きが発生するとか今全く求めてない動きだから、そうなるとどうだ。まあ、ペレッタを入れておきましょう。歩兵装備がね早くなるのが一番でしょうと。はい、というところで今回はついにドイツと同盟を結ぶというね、基地と出るか京都出るか分かりませんけども、そこまで、進めてみました。いかがでしたでしょうか。次回はねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。